皆さんこんにちは。報徳学院学習ブログのトシです。今日は高校受験対策数学小問練習の5回目です。では問題を見ていきましょう。四角1、図のように面積が20平方センチメートルの正方形 ABCD これですね。と EFGH こちらですね。を重ねて長方形 ABGH を作りました。この長方形の面積が30平方センチメートルの時 AH ここからここまでですね。この長さを求めましょう。こういう問題です。まず分かっていることね、ちょっと整理しましょうと。まず正方形 ABCD これと EFGH こちらも正方形なんですけれど、この面積が20平方センチメートルなんですね。ABCD のところこうやって斜線をつけて。これ20平方センチメートルなんですね。ということは面積が20平方センチメートルで、一辺の長さを x にすると x2 乗が20なので、一辺の長さは x イコールプラスマイナスルート20。ルート20は2ルート5ですね。2ルート5ということになって、これは x は正なので、x イコール2ルート5センチメートル。つまりここの長さ2ルート5センチメートルなんですね。もちろんここも2ルート5センチメートル。こういうことになります。そして今赤く斜線でやった部分の面積20です。で、長方形の面積が30なので、ここの塗ってない白い部分の面積は10。20の半分の10ですから、ここの長さこう縦ってここの部分が同じですから、ここの長さはちょうど半分になるわけですね。ということはここは2ルート5の半分でルート5と。で、AH イコール2ルート5プラスルート5イコール3ルート5となって、答えは3ルート5センチメートルと、このようにして求めることができますね。で、もう一つ紹介しておくと、まず一辺の長さ2ルート5と分かったので、この AH の長さを x として、ね、赤じゃなくてこれでいいですね。2ルート5かける x イコール30と、こういう方程式を作って x を求めても同じ3ルート5になります、ね、こちらでもいいですし、ここの長さちょうど半分になっているというのを求めて足して求めてもね、どちらでも構いません。求め方、2つ自分のやりやすい方で解いてみてください。四角2番です。 A 君のクラスの人数は30人で、体重の平均は 8kg でした。このクラスに体重が bkg の生徒が転入してきて、クラスの体重の平均が ckg になりました。この時 A を B、C を使った式で表しましょうと、こうなっています。で、ちょっと整理してみましょう。まず30人の時の体重の平均、これは 8kg だったんですね。で、じゃあ30人の体重の合計、ね、どうやって表したらいいでしょうと、ね、30人の最初の体重の合計、平均というのは合計割る人数で出しました。つまり、合計がいくつかあって、それを30で割ったら A になったんですね。
ということは、この合計の部分は30と A をかけるので、まず最初の30人の体重の合計、これは 30A になりますよね。で、31人だと1人入ってきて31人の時、1人の合計、これは入ってきた人の体重が Bkg ですから、 30A プラス B が31人の体重の合計ということになります。で、31人の平均は、この合計を人数であるのでね、これ 30A プラス B を人数の31で割った、そしたらこれが C になったんですね。こういう式で表すことができます。で、これを A について解いていけば、A イコールという式ができますね。で、31分の 30A プラス B イコール C ですから、まず分母を消すために両辺に31をかけます。そうすると 30A プラス B は 31C ですよね。それから、B を移行します。そうすると 30A イコール 31C マイナス B と、ちょっと下かけなくなっちゃったんで、こちらにかけ直しますと、30A イコール 31C マイナス B ですから、両辺を30で割ると、つまりもう一回ここに書き直しましょうね。 A イコール 31C マイナス B、 これを30で両辺を割ると約分して消えて、 A イコール30分の 31C マイナス B と、A を B と C を使った式、つまり A について解くとこんな形になります。よろしいでしょうか。今日も最後まで見ていただいてどうもありがとうございました。皆さんはどうぞ高校受験の勉強頑張ってくださいね。ではまたお会いしましょう。さよなら。